レビをご覧の皆さん、このスタートです。グランドトロフィー、ワールドクラス B、 オリックネルドーフラーフ対ジャックネオーデン、快晴の空の下、カンプノーから実況を金田彦がお送りします。さあ、キックオフ、試合が始まりました。左に見えるお風呂は白と黒のユニフォーム、フランスの上昇軍団、オリックネルドーフラーフ。監督は将軍オーローリー監督。フォーメーションは4-4-2。マハマドゥ・ディアラ監督もこの選手には確実な2人狙ってきた、入ったゴールです。前半9分、0-1、ゴールに叩き込んだ理想的な攻撃でした。前半11分、キックオフです。フラミニー、フラミニー、フラミニー、フラミニー。ボールはキーパーの手元、キーパーボールを出します。ベイからルーニー、ルーニー、今日も華麗なアシストを見せてくれるのか。ルーニー、フリー、監督のドボンを出しに行きます。バトラックタッチを割ります。スローイン、ニースガルス、渡りません。スラミニー狙ってきた、おさまさあ、セルフィオナバース縦に出す。大根監督、ベンチから立ち上がって指示を出します。タッチラインを割りました。ボールを入れます。止めて、左からルイス・グスタボー、スローイン、ルイス・グスタボ、バットボールを回します。止めて、クリスティアノ・ロナウド、左サイドに出します。メッシ抑え、この位置からニースケンス、シュート、カシージャス、リーバー、ここにホイッスルが鳴りました。0-1、前半を折り返します。後半スタートです。ダニエル・シバーク、後半の頭からフレッシュな選手を入れてきます。抑え、ルイス・グスタボ、オーローリー監督、積極的にサイドを狙うよう指示しています。果敢にクリスティアノ・ロナウド、フェアドシュート、守備に安定感が感じられます。ここは左を使います。狙ってましたね。フリア、ほら、このボールはカット、セルフィオ・ラモス、さらなる追い打ちを、ボールを奪います。ボールを回します。オーローリー監督、攻撃の動きに変化を、さあ試合の流れが変わるのか。クリア、止め、クリスティアーノ・ロナウド、イケルカ・シジャース、華麗な飛び出し、ボールを出します。オーローリー監督、サイドからの攻めを指示しています。カフト、オリモノス、ディアリア、オーローリー監督、うまく流れを変えることができるか。ディアリア、ボールを投げ入れる。メッシ、ディアリア、ボールを入れます。右に送ります。打ってきた、決まった、同点ゴールです。後半41分、 CR7、 クリスティアーノ・ロナウド、チャンスを確実にものにしました。ボロリド・ハラフィオ、最も危険な男の登場です。後半42分、さあキックオフです。ルイス・グスタボ、ディアリア、試合終了の合図。この試合引き分けに終わります。